イオンモール柏原。イオンモール柏原は奈良県柏原市に所在するショッピングセンターである。曲がり川土地改良区と高田木材共同組合が所有する土地に2002年平成14年1月23日にダイヤモンドシティが仮称ダイヤモンドシティなら柏原ショッピングセンターを2003平成15年秋に開業することを目指すと発表したのが公式な始まりである。 この開発の準備は、その約7年前から進められてきたもので、約2万5000坪のうち、曲がり川土地改良区が約60%、高田木材共同組合が約40%を所有していた。しかし、着工が2003年、平成15年4月28日となったため、その時点で2004年、平成16年3月に開業予定が遅れ、 実際の開業は2004年、平成16年4月1日になった。着工時点では、投資額を約166億円と見込んでいた。2004年、平成16年4月1日に、ダイヤモンドシティアルルとして開業。開業時点では、4階建ての店舗棟と6階建ての立体駐車場を棟からなり、そのうち店舗棟は、天井口が5メートルあり、 4層の吹き抜けを持つ全長約180メートルのモール形式の専門店街が配置されていた。各店舗はジャスコ柏し店で純各店舗としてワールドが新たに展開し始めていた医療品の大型店フラクサスやトイザラススポーツオーソリティなどが出店した。当店は国道24号に面し奈良県道35号柏し高取線が 近隣にある場所に立地しており、自動車での来店に便利である。開業から約2年半後の2007年、平成19年9月には早くも大規模な増床に向けた届け出を行い、規模の拡大に乗り出した。この増床は、約100億円を投じて、新棟を建設して、延べ床面積を約64,500メートル拡大し、 約22万5千メートルとするもので2008年平成20年11月25日に新装開業した。この増床によって店舗面積は約8万4千メートルに拡大しており新設された商業棟の新館に出店した115店舗と既存棟を合わせると243店舗と専門店数が大幅に増加する形となった。そのため 医療品や服飾雑貨、インテリア関連などの専門店が一層充実したものになると同時には、洋中が揃った飲食店街も設置されることになった。また、この増床時には当時のイオングループのマイカルのビブレが新業態店舗として出店するなど、純格店舗も新たに加わっている。なお、この増床後の年間売り上げ目標は450億円とされていた。 増唱後も、ユニクロやザラを入居させるなどテナントの入れ替えを行って改装を進めた。2010年、平成22年4月から5月にかけて入居する店舗のうち約30%にあたる約70店を改装するなど大規模な改装を行った。この改装時には新たな順格店舗としてギャップを導入したほか、オペークドットクリップや青山商事が新たな フランチャイズ事業として、リーバイスストアが初出店するなど8点の新規のテントを導入した。その後、2015年、平成27年11月から2016年、平成28年3月にかけて、第1期と第2期に分けて、大規模な改装を行った。第1期には、多くの要望があった都市型感度を持った。 地域所出店の店舗を多数導入し、近畿初出店3店舗、H&M や、オールドネイビー、アメリカンイーグルアウトフィッターズなどの奈良県初出店31店舗を、含むただし40店舗を導入。76店舗が移転、改装を実施し、合計116店舗をリニューアルした。第2期には、3階のレストラン街を新たに、フードコート、プレミアムダイニングとして改装し、 各店舗のイオンも4スタイルへと業態を転換した。この改装で近畿初出店1店舗、奈良県初出店14店舗を含む新規17店舗を導入し、9店舗が移転、改装を実施、合計26店舗をリニューアルした。運営会社のンモールがダイヤモンド式と2007年、平成19年8月21日に合併したことに伴い、 同年9月22日にイオンモール菓子原アルルに名称を変更した。その後、イオンモールが運営するショッピングセンターの名称をイオンモールの後に所在地名を付ける形に統一することになったため、2011年平成23年10月21日にイオンモール菓子原に章変更された。各店舗のジャスコ菓子原店は2011年 平成23年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオンに解消することになったためイオン菓原店へ解消したその後リニューアルに伴って2016年平成28年4月20日にイオンスタイル菓原に解消したジャスコ菓原店であったが2011年 平成23年3月1日に解消して、イオン柏原店となり、さらに2016年、平成28年4月20日に、イオンスタイル柏原へと解消している。店舗面積は約14,500メートル。奈良県内のイオングループの店舗としては、早くからネットスーパーを行っており、2012年、平成24年からは、 店舗近隣の数キロメートルの範囲だけでなく、他店と合わせて、奈良県内全域に配達範囲を拡大している。東方シネマズカシハラ東方シネマズカシハラは、イオンモールカシハラサウスモール3階に出店している、シネマコンプレックス。かつての名称である、ダイヤモンドシティアルル、ダイヤモンドシティアルルと、イオンモールカシハラアルルの最後についていた愛称の、アルル、アルルとは、 英語の、アミューズメント、レストラン、ユースフル、リラックス、フォーユーをイメージしたものである。また、アルルとは、南フランスプロバンス地方の太陽あふれる街でもあり、当施設も光が降り注ぐ明るい空間で、人々が、集い楽しむ、気持ちよい街そのものをイメージしている。詳細は公式サイト、交通アクセスを参照。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。